高千穂神社は宮崎県西臼杵郡高千穂町に鎮座する神社である。国士見、在社、高知歩行神の有力な論者であるが、近代社格制度上は尊者にとどまった。現在は神社本庁の別表神社となっている。古来、十社大名神や十社宮などと称されてきたが、1871年に密体神社と改称。 さらに1895年に元社名に改称した。主催神は、和ずゆきの高千穂す神と二の御殿の十社、大明神。高千穂す神は、日本神話の日向三代と称される、高素神とその配偶神の総称で、十社大明神は、神武天皇のスメラーに、三毛入りの命とその際し神九柱命と、両神のお子神である三子太郎命、次郎命、三郎命、三郎命 うねみいのち、てらしやいのち、おうどいのち、れいしゃめい、あさりょうぶいのちの総称とされる。十社大明神の中心である、みけいりぬいのちは、危機に波棒を踏んで、とこう国に渡ったとあるが、当地の伝承では、高千穂に戻り当時一帯を荒らしていた鬼神の鬼、蜂を退治、当地に宮を構えたと伝える。また、文治五年三月吉日の年期を持つ、当神社の縁起書、 十社極大明神記には、神武天皇の御子、正一位が、九八不子という鬼を退治し、その後、正一位とその子孫等が十社大明神として、祀られたという遺伝を載せている。さらに、昭和二年成立の八万うさぐる五択先週巻に,に、高知代は、神武天皇の御子である、かむやい耳の命の別名で、阿蘇の兄神であるとの遺伝もあり、また、 平家物語巻八著官団では、日向国に崇められた参る、高知王の明神の正体は、大蛇で、文王方氏の祖神であるとしている。また、梅姫命は、祖母岳明神の娘神で、鬼八に囚われていたところを見切りぬ命に、助け出され、後にその日神になったという。高千穂は日向三代の宮である、高千穂冬が置かれたちと伝えられるが、天孫降臨伝承と、 在地固有の信仰が融合し、さらに、熊の主源も加わるなど複雑な信仰を包含する。また、植沢神社は、古来より当神社の春祭りに対して、秋祭りを行うなど、当神社と密接な関係を持つものでもあった。社殿によれば、三経入の命が日もろぎを立てて、祖神の日向三代とその配偶神を祀ったのに、始まり、三経入の命の子孫が、 長らく奉仕して、後に、三毛入り縫いのち他の十社大明人を廃し、水人天皇の時代に、初めて社殿を創建したと伝える。当神社が、国史に見える、高知穂神であるとすれば、朝廷からの深海授与があったことになるが、縁起式神明朝の記載はない。また、天行年間に、文後国から大神これもとの長子正次が、 当地に入り高千代市を起こしたが、社殿によると同氏は当神社を高千保十八号にわたる八十八社の僧者と位置づけて崇めたといい、以後も当神社に深く関わるようになったとみられている。中世になると、土持氏の勢力が入り、研究8年の研究図伝町では妻万宮の車両中に、高知美、社八町、地頭、土持の仏名とあって、 東神社は妻マングルの管轄下にあったようであるが、同じ頃高穂星によって、紀州の熊野信仰がもたらされたようで、その後高千を称と呼ばれるようになった、東神社の車両は、県庁6年4月26日の関東下地上案を見ると、熊野山両とされており、自当職には高千穂正重がつき、鎌倉時代中期までは、熊野山両に組み込まれたようである。また車源によれば、 源の頼朝が天下太平祈願のために畑山重忠を第三に派遣して多くの信奉を奉納。この時重忠によって現存する重要文化財の鉄製鋳造小米縫い地帯が建納され、境内にある秩父杉も重忠自らが植えたものといい、文永公安の役には敵国幸福祈願のために直視が左遣されたという。鎌倉時代中頃からは高知王将に 北条氏悲観の安藤氏の勢力が進出してくる。一方で、熊野別島の行員を称す浦上氏も預かり諸職を務めるなど当神社を含めた一帯の支配を強めるようになった。また、鎌倉時代末から高千代氏に代わり島津氏が地頭となる一方、高千代氏も三太いを称して三大里の地頭職を所持するなど、この頃から車両や神事をめぐる総論が品質しだし、 南北朝時代にはこれに加えて、南朝方に組みする阿蘇市の勢力も、進室、社殿に売れば清々将軍、金永新郎による、祈願のための信奉が奉納されたというが、以後阿蘇市支配の下、高地保護総陳述として崇められた。近世には、官営年間に、延岡藩主有馬氏から200国の寄進を受け、元禄十年に同藩主、 三浦明隆氏による、心配、内藤氏も連災に第三を左検し、新次領を、寄進するなど、歴代延岡藩主から数計を受けた。1871年7月に、延岡県の県社、11月に、三光県の県社とされたが、宮崎県に、改組されると1873年に尊者とされた。戦後は、神社本庁に参加し、1971年に、 別表神社となった。国志見在社であれば、上和10年9月更新に、角すめ神と共に、6位から15位下を授けられ、天安2年10月22日に、同じく都農人と共に、15位上から14位上に上った。ほぼ毎日観光用の夜、神楽が行われる、神楽殿神楽殿の夜神楽の様子情景、十社、極大明神記では十社大明神の子孫が代々、 放仕してきたといい、昭和三年の古文書には、宗重という官主が、祖先である、少年以来二十六代にわたって、他氏を交えず放仕してきたことを述べ、県武五年の文書にも同じ名前が見えるが、その後の官主への消息は不明である。一方南北朝時代からは、当人社領であった、高知和尚を十の地区に分け、それぞれに、千名と呼ばれる、新官職が置かれ、 阿蘇市に属した三田医師がこれを部任していたとされ、この戦名が各地区において真事を司るようになったが、こちらもその後の遠隔は不詳である。本殿は張馬二県の五県社流れづくり道番武器で、胸にちぎ、カツオを置く。安永七年に、延岡藩主、内藤聖治を大旦那として増退された九州南部の代表的な大規模社殿であり、 東側の脇障子に彫刻された鬼八を退治する、三毛入りの命の心臓といった当地の伝説や、祭礼に関する彫り物を施し、西側脇障子の部分には、稲荷社を設ける、独特の形式などの地方色も、顕著に有していることから、国の重要文化財に指定されている。ちなみに、天保8年に参拝した松浦武四郎は、その気候文に、本社は東向きに、 随秘ロギの中に十社並び立てたりと当時のありさまを記している。境内に以下の境内者がある。拝殿前西に根元が一つであることから、夫婦杉と呼ばれる二本の大杉がそびえ、夫婦が手をつないでこれを参集すると、夫婦へ満、家内安全、子孫繁栄の三つの願いが叶うと伝わる。また、本殿東広報に親戚があり、これは、 水人天皇の勅命による社殿創建に際して用いられた古い石と伝え、この石に祈ると個人の悩みから世の乱れまでの一切が沈められるという。ちなみに当神社では、茨城県鹿島市の鹿島神宮に伝わる金目石は、同神宮の社殿造営に際して、当神社より送られたものと伝えている。本殿、ありがとうございます。